はい、こんにちは、トルーパーズの山中です。今日はガーバーの、こちらトライチップという商品を紹介いたします。ガーバーの解説によりますと、包丁スタイル、クリーパーデザインになってますね。包丁、こんなちっちゃくなっちゃった幅広なデザインなんです。幅広ね、こちらの幅広なデザインによって、例えばバーベキューとか、もうお家の中の台所でまな板の上でこうネギとかいろんなのを切るじゃないですか。トントントン。その後にこうやってこうすくうことができるんですね。ここのだから、こちらはフルファインエッジで刃がついてますけども、こちらの部分に関しては、スクレーパーとして使うと。なのでこうやってもね、切ったネギ、玉ねぎ、人参のみじん切り、いろいろなものをこうやってすくってポイッと、すくってポイッと、ということをやるわけです。で、あとはワンタッチロック機能の専用シース、こんなカイデックスっぽい、ポリマー樹脂製のシースがついていて、なんだろう、デザインドバイポートランド、オレゴンって書いてあります。アメリカですよって言って。こっちはね、多分違うんだよね。本体は、メイドインチャイナって書いてある。うん。そんなのどうでもいい。ガーバーオリジナル製品です。はい。こちらグリップに関しては、こういったなんだろう、ポリマーですかね、これも。うん。ポリマーのプレートがついて、で、ちゃんとブレードから、エンド部分まで通っている、1枚でできているフルタング製でございます。専用シースなんですけど、こちらこういった構造になっていまして、ベルトループをこちら六角レンチはついてないんですけど、レンチで解除してもらうことによって付け替えができますので、右利き左利き、縦型横型、それをこうどこにつけるかで選べるわけです。で、実際に入れると時はこんな感じで、解除するときはここを押して、押しながら抜くということでございます。全長はこちら約 14.5 センチ、ブレードが約 7.5 と、重量は約 170g、ブレード材質は 7CR17MOV ステンレスで、ハンドル材質はテクスチャードグリップ、まあこちらのことはね、加工されたグリップですよって、ガーバーって書いてある。ラインヤードホールもちゃんとついてますね。そしてシースはポリマー製だと。まあとってもね、これは本当に好みが分かれるでしょうね。ナイフっぽくないデザイン、ね、ナイフかい、それでいいのか、でも多分いいんじゃない。じゃあナイフのデザインってなんだよって言ったら、すごいひん曲がったやつとか、なんかブーメランみたいになってるやつとか、いろんなのがあるわけで自由なんです。はい、でもナイフの定義ってあんのかね。まあいいや、話がずれる。はい、ということで、下の説明欄にリンクを貼っておきますので、こちらのガーバートライチップ、ご検討いただけると幸いでございます。では最後までご視聴いただきありがとうございました。